はい、今回は、今まで、通っていたジムから何らかの事情でですね、まあ、例えば引っ越しであったりとか、まあ、転勤であったりっていうのがあるんですけれども、そういった時に、まあ、他のジムへ移籍する時に、注意していきたいことですね。そのことについてお話を、していきたいと思います。自分は今までプライベートのトレーニングや、まあ、あとはパーソナルトレーニングなどですね、今までだいたい30店舗ぐらいは、ジムちょっと使ってみたので、まあ、その経験をもとにですね、ちょっと注意点をお話を、していきたいと思います。はい、まずはマシンの、種類ですね。マシンの種類、まあ、いろいろあります。まあ、基本的には、まあ、足や胸や背中っていったところのマシンの種類は、どのジムにも、まあ、ある程度豊富には置いてあるんですが、まあ、気をつけていきたいのが、負荷のかかり方ですね。これですね、かなり注意しておきたいところなので、これについてちょっとまずは説明を、していきたいと思います。はい、トレーニングマシンのメーカー、例えば、まあ、テクノジムや、まあ、ノーチラスといったいろいろなマシンがあるんですが、基本的にはメーカーが違えば、例えば、こう、チェストプレスといって、胸のトレーニングのマシンがあるんですが、同じチェストプレスでもメーカーが違えば、負荷のかかり方はまず違うと、思ってください。例えば、チェストプレスを、まあ、普段100キロで、やっていたとしましょう。で、移籍したジムで、ちょっと同じ100キロでやる。これですね、ほんと最悪、怪我します。これ同じ負荷でやろうとすると、負荷のかかり方が、その自分がイメージしてる100キロの負荷のかかり方とは違う時っていうのがあるんですね。例えばこれ、まあ、いろんな要因があるんですけれど、まあ、マシンの、まあ、軌道ですね。こう同じ胸のマシンでも、マシンのこの動く軌道が微妙に違ったりすると、力の入りか、方とかという、力の入り方っていうのが全く、違ってきますから、こういったところ気をつけなければいけません。あとは、経年劣化、そのマシンが、その何年ほどそのジムで利用されてるかっていうのでも、負荷のかかり方って違うんですね。基本的には、経年劣化、まあ、使えば、使うほど、そのマシンの負荷というのは、軽くなります。ですから、そこのジムがですね、結構、歴史の長いジムで、長いことそのマシンがずっと使われていると、負荷がやっぱり軽くなってくるんですね。それで、その軽い負荷の感覚で100キロでやっていって、その移籍したジムで新しいマシンを使うとなると、これがですね、負荷が予想以上に重くて、まあ、最悪怪我をしてしまうということも考えられるんですね。はい、この今お話ししたことですね、同じメーカーの同じマシンでも言えることなんですね。自分が活動していたジムの一つに、まあ、レッグプレスという、こう、足で押して負荷を、かける、まあ、足のトレーニングのマシンがあるんですけど、全く同じメーカーの全く同じレッグプレスでですね、例えばですね、もうほんと100キロでこっちは軽くてでもこっちはきついっていうのがあったんですよ。10キロぐらい重さの微調整をしながらこっちの古いマシンと新しいマシンでやらないと全然負荷のかかり方が違うっていうのがあるんですね。まあ、このように同じメーカーのマシンでもまあ、経年劣化によって負荷のかかり方は違ってくるというところをまず皆さん、覚えておいてください。基本的にトレーニングマシンというのはピンでウェイトをですね、変えていくタイプのものがほとんどなんですが、ハンマーストリングスマシンのようなプレートをつけるマシンというのがあるんですね。まあ、これゴールドジムやエニタイムにはよくあるタイプのマシンなんですけど、こういったハンマーストリングスのマシン、一見すると同じように見えても、これも負荷のかかり方っていうのが違うので気をつけていきたいところなんですね。こういったマシンで重要なところになるのが初期重量、プレートを全くゼロの状態ですね。プレートをつけないで、やった時の負荷のかかり方。例えばですね、今ちょっと画像を出したんですが、レッグ、プレスですね。
まあ、このプレートをつけた状態で足を押していくことによって、ももとかお尻を鍛えていくマシンなんですけど、このレッグプレスが結構ですね、僕いろんなジム行ったんですけど、初期重量、全くプレートをつけてない状態でのウェイトというのがですね、違うんですよ。20キロのものもあったり、40キロの、ものも あったりとかですね、これも初期重量で20キロウェイトが違うということは、これいつも通り あのウェイトで、やってしまうと大変なことになってしまうというところなので、皆さんくれぐれも気をつけてください。で、今のお話をまとめますと、やはり気をつけていきたいところは、まあ、負荷は軽めに最初新しいジムに行った時には必ず設定するようにしましょう。普段やってるウェイトの半分ぐらいでやるのがもう安全ですね。動き方と、まあ、負荷の軌道、まあ、最悪本当に不安なようであれば、ウェイトは一番軽い状態、まあ、ハンマーストレングスマシンであれば、まあ、初期重量プレートをつけない、状態で負荷のかかり方というのを必ずチェックするようにしましょう。かかり方をチェックして、まあ、だいたいこれぐらいかっていうのが分かれば、少しずつ負荷の調整もしやすくなりますから、普段、まあ、10回ギリギリ上げられるウェイトでやっている場合には、まあ、15回ぐらいできるぐらいの余裕を持った、負荷のかけ方からトレーニングをするのをお勧めいたします。はい。そして、これも皆さん結構気になるんじゃないでしょうか。ジムご利用している方は。混雑する時間帯ですね。まあ、空いている時間帯を、やっぱりなるべく狙って、ジムは、使いたいところなんですけれども、まあ、基本的には、お昼、正午12時頃から2時ぐらいが、大体、ジムというのは、まあ、空いてて使いやすい時間帯なんですね。まあ、これぐらいの時間に、まあ、来れる人はちょっと少ないと思うんですけど、ここの時間がやはり狙い目です。非常に、まあ、本当に使いやすい時間帯だなっていう形になります。そして、まあ、夕方の時間帯も、大体今まで自分が、使った、ジムというのは比較的空いてるんですけれども、ただこれ、場所によってやっぱりね、例外があります。自分の場合ほとんど東京の、ジムを、今まで使ってきたんですが、都心の方ですね、例えば原宿や渋谷といったところ、ここの店舗に関しては、夕方の時間帯からも結構混み始めるので、最初は驚きました。結構ですね、やっぱり若い方がやっぱり多いっていうのもありますし、あとは普通の会社員じゃない方、自営業の方とか、まあ芸能関係の方なんかも結構やっぱり多いのかなっていう印象でした。結構もう夕方の時間帯、まあ多摩地区ですね。例えば多摩地区のジムでしたらそんな時間から混むことってほとんどないんですけど、結構もう夕方の時間帯から混み始めます。まあ、やはりですね、混雑する時間帯っていうのはなかなかやっぱり避けられない時っていうのは皆さん生活スタイルであると思うので、やはり基本的には全てのマシンを使いこなせるようになること。マシン、まあフリーウェイトですね。もういろんなアイテムをですね、本当使いこなせるようになるということがすごく大事になってくると思います。まあ、基本的には全てのアイテム使いこなせるようになれば、まあジムをですね、まあ会費を払っていく価値があると感じることもできますので、徐々に皆さんいろんな種目を覚えていくかといいと思います。はい、それでは本日はこれですね、投稿終了いたします。最後までご視聴ありがとうございました。